ちはパパに来ようですか？今はパパもママもいませんけど、伝言があれば私が受けたまわります。そうですか、いいえ、特に何かあるわけではないんです。本当は町で情報収集をするべきなのですが、私が一人で歩いていると少し目立ってしまうので。え、いえ、お構いなく。大丈夫です。私にとって待機時間なんてあってないようなものですから。そうですね、わかりました。ご一緒します。知らない人についていっちゃダメって言われてますけど、あなたなら平気ですよね。行き先はお任せします。よろしくお願いしますね。ここはガンショップですね。良い場所だと思います。ある意味ではGGO の象徴とも言うべき施設ですから。私は…いや、銃を探しかい？いいやつがあるんだよ。中古でちょっと片落ちするが、その分安いぜ。さあ、こいつだ。どうだい、安いだろう。もちろん動作もバッチリだよ。ちょっと待ってください。その銃は、弾丸の方がややレアで、高価だったはずです。ある程度クレジットがかかっても必需品が十分に流通している製品の方が良いのではないでしょうか。おっと、お嬢ちゃんプロだね。おじさん可愛いアバターに騙されちゃったよ。ごめんよ、お二人さん。またな。行ってしまいましたね。可愛いって言われちゃいました。どういたしまして。私がお役に立てたなら嬉しいです。気にしないでください。もともと皆さんのサポートをするのが私の役目ですから。あ、でも一つ質問してもいいですか？子供には反抗期というものがあると聞きました。大切な成長過程の一つだと。私もパパとママに反抗した方が良いのでしょうか？そうですか。ではもう少し様子を見ることにします。そろそろ行きましょうか。他にも行きたいところたくさんあるんです。ああ、今日はいっぱい歩きました。ありがとうございます。あなたと一緒にいる間、私はずっと楽しい気持ちでいられました。パパやママと一緒にいる時と似てますけど、ちょっと違ってて、まるでストレアといる時みたいな。あ、ストレアは私の後から生まれた AI なんです。 AI の妹です。だからあなたは私の…はい、お姉ちゃんですね。今日はたくさん一緒にいてくれてありがとうございました、お姉ちゃん。初めてのことがまた増えちゃいました。今日はもう遅くなっちゃいましたけど、また明日お会いしましょうね。